グランマンマーレっていうのはですね、海の中にいる、まあ、女神みたいなもんなんですけども、海の女神で、藤本の妻です。これが人間の男、藤本っていうキャラなんですけど、この船のへさきにちっちゃくいるのが藤本ですね。で、それに対してグランマンマーレっていうのはすごいでかいんですよ。で、まあ、おおらかで優しくてですね、何事にも動じずですね、母性の塊のようなですね、まあ人です。で、藤本も、まあ、そのグランマンマーレにぞっこんで、あの人に会えると思うと、もうドキドキが止まらないとか言って、まあ、その結果、ちょっとドアの立て付けが悪いということもあって、大災害になるんですけども、で、このグランマンマーレの初登場シーンっていうのはですね、宗助の父親ですね。これ僕ね、ポニョね、3回ぐらい見たんですけども、ポニョのキャラクターの中で唯一名前が覚えられないのが宗助のお父さんなんですね。で、宗助のお母さんのリサは覚えてるんですけど、宗助のお父さんは長嶋一茂っていうですね、声優の名前で覚えて、なんでかというと、この一茂がですね、もう一茂っぽさが抜群でいいんですよ。もう本当に家にろくに帰ってこなくて頼りないっていうキャラクターがですね、一茂って感じなんで、すいませんけど、このゼミの中では、宗助のお父さんのことは一茂って呼びますから気にしないでください。で、初登場シーンはですね、宗助の父親一茂の船ですね、小金井丸の、まあ、下を通るシーンなんですけども、とんでもなく巨大なんですけども、一番最初ですね、一茂が、お、あれを見ろっていうふうな感じで、海の彼方からですね、光る波がやってくるのが見えます。海の中にですね、光る波が現れるんですね。で、その光る波の中によく見ると赤い宝石みたいなものがあると。これが特徴なんです。で、その赤い宝石みたいな部分が波を蹴立ててるんですね。で、それが通り過ぎる。小金井丸の下を通り過ぎるときにわかるんですけども、実はその赤い宝石に見えたのは、ここに顔があって、ここが首で、で、ここは胸元なんですね。胸元がすごい開いた服を着いて、いわゆるデコルテの部分。女の人の、まあ、体でいうとこのデコルテっていうのは、このドレスとかを着てる時に見えるこの胸元の部分です。この胸元のところまで緩いネックレスがある。これが赤い宝石なんですね。で、つまりどういうことかっていうとですね、この赤い宝石の部分が盛り上がっているということは、このグランマンマーレって海の中で、ほとんど上向いて海面をスレスレを背泳ぎみたいな体勢で泳いでるんですけども、おっぱいだけがですねでかすぎて波を蹴立ててると、波を蹴立ててですね巨乳がやってくるっていうですねまあ宮崎駿ですねなかなか描きたいものを描いてるわけですよね。これね僕一番最初見たからなんか変だなと思って、やっぱりね止めで調べてみたらですね、胸元のネックレスだけ見てることは、あれおっぱいの位置じゃん、じゃすごいなとか、なんか海面スレスレを背泳ぎで泳いでて、おっぱいだけ突き出て波になってるっていう描写です。そういうやり方で巨乳を表現してですね、波を蹴立てて巨乳をやってきた。私はポニョの舞台になった広島県福山市に住んでいます。前回のポニョのお話でグランマンマーレの巨乳が小金井丸に迫ってくる部分で、小金井丸の船員が観音様だと叫びます。なぜグランマンマーレを見て観音様だと思ったのか不思議に思ってました。しかし船に迫ってきたのが巨大なおっぱいだと考えたら納得いきました。なんでかというとですね、束の浦には地元の人がよく知る観音様がいますと。まさに崖の上にある観音堂なのですが、アブト観音という航海の安全と安産、特に母乳がよく出るようなご利益があって、お堂の中にはたくさんのおっぱいの絵馬ですね。これですね、おっぱい絵馬がですね、いっぱいこうあるんですね。手作りのおっぱいをやったやつ。で、地元の船乗りが大きなおっぱいイコールアブト観音様の化身だから、あ、観音様って言ったのかということで、とても納得できましたということです。少女寺の庭はツンツン月夜だ、みんな出てこい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 